どうも俊介です。今回は頭を良くする方法として、頭がいい人の頭を作る7つの方法についてお話ししていきます。あなたは頭がいい人って聞くとどんな人を思い浮かべますか？おそらくまあこんな感じでしょう。記憶力がよく勉強ができる、成績優秀でいい大学を出ている。そう、こんな感じで頭がいいイコール勉強ができるというイメージが一番多いと思います。これは紛れもない事実ですし、確かに頭のいい人は勉強ができることが多いです。ですが本当に頭のいい人は勉強ができるだけではないんです。本当に頭がいい人っていうのは、その時その場の状況に合わせてどうすればいいのかを的確に判断できる考える力を持っています。この考える力っていうのがあるからこそ、話が分かりやすかったり、物事の予測が的確だったり、周りからモテたり信頼されたりするんです。つまり頭のいい人は勉強だけじゃなくて、社会に適応して生きていく力があるっていうこと。頭を良くするのは大学受験では必要なことですが、その先を見据えても社会で通用する人材になるためにはとても大事なことなんですね。というかまあメリットしかない。ということで今回はそんな勉強だけでは終わらない本物の頭の良さを作る方法を紹介していきます。この動画を見ることで、頭のいい人がどんな考え方をしているのか、頭を良くするためにはどのようなことをすればいいのかを知ることができるので、ぜひ最後まで見てください。そして普段の自分の生活の中に何個かは取り入れていってください。それではここから本題に入りたいと思います。さて、本物の頭の良さを作っていきますが、そのためにまず知っておいてほしいのが、頭がいい人はどんな人なのかということです。それで早速答えなんですけれども、頭がいい人は答えを出せる人ということができます。頭がいい人は基本的に知識をたくさん持っています。これまでの経験、読んだ本、人と交わした言葉など、いろいろな情報っていうのを知識として持っているんです。そして何か答えを出さなくてはいけない場面で、それらの基礎知識っていうのをもとに発想力だったり想像力を駆使して、自分の言葉で答えを導き出せます。また自分の周りの頭の良さそうな人を思い出してみてほしいんですけど、勉強のテストとかだったら絶対に自分のできる限りの知識っていうのを使って分かる範囲で答えを書きますよね。白紙で終わるなんてことはほぼありません。仕事や会話の中でも頭のいい人は自分なりの解決策を必ず提示してくると思います。それが正解かどうかは分かりませんが、必ず答えを出すというところまでは持っていくんです。だからこそ答え合わせができるから、自分のどこが間違っていたのかを把握しやすいし、間違っていた場所が明確なので必ず次につながっていきます。白紙はどこが間違っていたのかすら分かりません。こうして次につながることを繰り返し、知識を増やしていくからこそ、頭のいい人はずっと頭がいい。だから大事なのは答えを出せる頭を作ること。これができればあなたもどんどん頭が良くなっていきます。なのでここからは、そんな頭のいい頭を作る方法を合計で7つ紹介していきます。自分ができていないことや、やれそうだなって思ったことはぜひメモなりして、いつでも見返せるようにしてください。それでは、頭を良くする方法を7つ紹介していきます。1つ目の方法は書いて考えること。僕たちはちょっと難しかったりめんどくさい計算をするときは何を使いますか？おそらく紙やペン、電卓だと思います。頭だけでは正確な計算はできませんよね。これは考えることでもほとんど同じなんです。道具を使っていかないと物事を順序立てて考えることができない。だから答えも導くことができない。それじゃあ僕たちが考えるときに使う道具とは一体何だと思いますか？それは言葉です。人は言葉を使った時にだけちゃんと頭を使って考えることができます。そのための方法こそが紙に文字を書いて考えること。言葉を使うためには紙に書くしかないんです。書くことで昨日までできなかったことができるようになったり、今までは結論を導けなかったことも結論まで到達できるようになります。僕自身もこの動画を作るために台本だったり構成を紙に書きまくりました。辻褄の合ってないところはないか、自分の考えを深めるためにも紙に殴り書きですよ。でもそうすることで自分の納得する答えを導き出すことができます。なので迷ったり考え事などをするときは必ず紙に書いて考えるようにしてみてください。次に2つ目の方法です。
それは動きながら考えること。つい考えるってなると机の上でやりがちですが、机っていうのはそもそも本を読んだり勉強したり何かしらものがある場合に使うものであって、考える場所としてはあんまり向いていません。考えるためには頭を働かせないといけませんが、その頭を動かすためにはある程度の動きが必要です。動くことで知覚が刺激を受けて頭も活発に働き始めます。例えば乗り物で移動しているときや、お風呂に入っているとき、歩いているときは頭が適度に動いているので新しいアイデアが思いつきやすいと言われています。なので考えるときは体を動かしてみてください。では3つ目の方法です。3つ目は視野の狭さを自覚すること。人の目にはその時に関心のあるものしか見えていません。これは脳の働きの一種で、毛様体不活系という部分の働きで、自分に必要な情報だけが手に入るようなフィルターがかかっています。これは使い方次第で確かにすごい力を発揮します。例えば自分の理想の姿を決めたら、それに関係する情報がたくさん入手できるという感じです。欲しい車が決まると、街中でその車が今まで以上に目に入るようになる現象と全く同じ。でもいつも自分の関心のあることだけを見て、それをあたかも全体を見ているように判断してしまうと、あなたの考え方や答えには限界が来てしまいます。そうならないために、全てのことに目を向けるのは不可能なことですが、自分は今現在の範囲でしか物事を見ることができていないということを自覚することが大事になってきます。その意識さえ忘れなければ、他の可能性っていうのも考えられるようになるので、今見ている世界の狭さっていうのを自覚してほしいなと思います。次は4つ目の方法ですね。脳に勝手に考えさせる。答えを出すって言ってもその問題が難しくて手も足も出ないなんて状況もあると思います。そんな時は一度ただ眺めてみてみましょう。眺めるって言っても自然を眺めるとかではなくて、考えていることの資料や難しい本をパラパラっとめくってみる感じ。しっかり考えるわけではなく、ただ眺めてみるんです。そうすると不思議なことが起こります。時間が経つにつれて何かがぼんやり見えてくるんです。それを何度か繰り返すことで新しいひらめきや全体像が見えてきます。人間の脳は機械ではない以上、意識的にスイッチを入れなくても自動的に考えてくれるものです。だからもし行き詰まった時は、この脳のオート思考に身を任せてみてください。頭のいい人たちはこうやって難しい問題を解決しています。やっと最後の方に近づいてきました。方法5つ目は、なぜどうしてを使いこなすこと。理由や原因がわからない時や、自分が納得できない時はなぜって聞くのが普通だし、聞かれたらそれに答えるのも当然のことです。でも現実はどうですか？仕事でもなぜどうしてって聞くと、うるさいやつだとかめんどくさいなと思われてしまうことも結構ありますよね。またこんなこと聞いたら恥ずかしいって考えて、勉強でもわからないところの理由や原因っていうのをうまく聞けずに終わっているなんてこともあったと思います。こんな感じでなぜどうしてって聞くのを避ける傾向にあるのが日本の特徴ですが、これではあなたに進歩がありません。進歩どころか理由がわからないままだと不安もつきまとうし、無責任さも生まれます。本当に頭のいい人は自分の疑問に対して素直になぜって聞くことができます。だからこそ物事の理解が深まって知識もどんどん増えていくわけです。わからないことをわからないままにしているのはバカがすること。頭を良くしていきたいなら、絶対に疑問を解決するということを意識していってください。それでは6つ目の方法です。それは知識を増やすこと。頭を良くするためには当然知識が必要になります。でも知識っていうのは単に暗記によって得られるものではありません。暗記によって得られる情報は互いに結びついていないので、時間が経つと大半を忘れてしまいます。知識っていうのは基本的に興味の連続で身につけるもの。つまりもっと深く知りたいっていう強い興味が一つながりのたくさんの知識を呼び込みます。僕も最近は美肌のための栄養素などを自分で調べましたが、それは1回しか見てないのに頭にインプットされているんですよね。そう、これらの知識は暗記する必要もなく、1回見ただけで頭に残るものです。そのためには自分の興味の幅を広げること、知らないことを知りたいと思うこと、その意識があればあなたの勉強もより効率的になり、頭が良くなっていきます。それでは頭を良くする方法の最後です。それは自分の頭で考えること。どんなことをどんな形で教わったとしても、自分の頭と言葉で一度考え直したものしか人は本当の意味で理解することができません。ここに教育の限界があります。人に頼るのも大事なことですが、まずは自分で考えて答えを出す癖をつけてください。頭のいい人たちはその重要性を理解しているからこそ、勉強だったり学びの時に必ず自分で考え言葉にする方法を使います。
これは一種の勉強法ですね。様々なことを一つ一つ考え直すのは面倒かもしれないけれど、それをするだけであなたはたくさんの知識を自分の中にインプットすることができます。そして自分の頭で考えるからこそ新しい発見や考え方、答えを導き出せるようになるものです。ぜひ自分の頭で考える、これも実践していってください。それでは今回の動画のまとめです。今回は頭を良くする方法として、頭のいい人の頭を作る7つの方法を紹介してきました。頭がいい人は勉強だけではないこと、頭がいい人は答えを出せる人ということ、答えを出せる頭を作る7つの方法、以上の3点をお話ししてきました。最初にも言ったように、頭を良くすることは勉強だけでなく、あなたの生きていく力を身につけることにつながっていきます。周りから必要とされ秀でた存在になるためにも、頭のいい人の頭をこの7つの方法を使って作っていってください。最後にもう一度7つの方法を紹介したいと思います。1、書いて考える。2、動きながら考える。3、視野の狭さを自覚する。4、脳に勝手に考えさせる。5、なぜどうしてを使いこなす。6、知識を増やす。7、自分の頭で考える。これらを駆使して頭のいい人になってください。またコメント欄で今後動画にしてほしい内容を募集します。何か悩みだったり相談事などがあればぜひコメントしてください。それではこれからもこのような動画を上げていきますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、またねー。